日本のですね、現状ですよね。まあ、海外から ATM 扱いされてる。もうこれをね、いい加減何とかしなきゃいけないんですよ。まあ、自民党の総裁選見りゃわかるでしょうに。総裁選の討論会でしたっけね。旧候補。結局あの、ブルマン出なかったじゃん。<laughs> 本当にね、あの、口先だけの男ですよね。で、まあ、9人のね、あの、言動については今日ちょこっとね、インスタの方で触れときましたけれども、人気順にね、魔人ブーですね。魔人ブーは、女系天皇を認めるのか っていうことに対して、魔人ブーの答えは、天皇制を維持することが大切にだーと言ったそうですね。誰もそれを突っ込まないですね。天皇制という言葉をですね、保守本流たるですね、自民党様がお使いに遊ばされている。コミンテルンがですね、100年前に作った共産主義者ですけどね、共産主義者が100年前に作ったこの言葉ですよね。まあですから天皇というのは制度なんだ。制度のっていう言葉が生まれるはるか以前からですね、 天皇陛下がいらしたわけですから、当然制度でも何でもないんですけれどもね。ですからまあ彼らが言いたいのは要は制度なんだから、今は壊せないけれども、いつかはこの制度をぶち壊したっていいよねっていう意味で天皇制っていう言葉を作ったんです。で、それを自分は保守だと言ってる人間が使ってるんですよね。で、何よりもここで聞きたいのは、女系天皇を認めるのかっていう、容認するのかっていうことを聞かれてるのに、魔人ブーの答えは、 天皇制を維持することが大切なんだって言ってるわけですね。だから、聞きうによっちゃどっちとも取れるわけですよね。聞かれたことに対してまともに答えることができないんですよね。で、次のね、2番人気のね、カバコですかね。カバコはですね、私もこれね、昨日調べてびっくりしたんですけれども、カバコの推薦人、まあ、20人なんですけどね、そのうちの13人が裏金議員だったというですね、これが軍を抜いてるんですよ。他と一線を隠してましてね、 え、他の人間で、ね、多い、多いやつで確かね、4人っていうのがいたんですね。裏金議員が4人っていうのがいたけれども、カバコは自分を推薦してくれた人間の半分以上がですね、半分以上が裏金議員という。まあ、本人も裏金やってましたけれども、すごいよね。 で、要は脱税したわけですよね。脱税をして、で、それに対してですね、誰も何も言わない。本人もこのね、脱税事件について、その問題についてね、こと挙げすることなかったんですね。国法を犯してるんですよ。国会議員たる者は。法律を守らない議員がどうやってですね、日本の立て直しなんかできるんでいというですね、法律を守らないね、カバコがどうやってね、日本の立て直しができるんだって言ってるんですよ。自分たちで決めた法律でしょに。 で、次のですね、誰だったっけポエマーでしたっけねポエマー、ズンジローですけどもね。まあ、このズンジローはですね、まあ、愛も変わらずですけどもね、前提条件なしにキム・ジョンと語り合うとか言ってたみたいですけどもね、頭いかれてますね。拉致被害者、どうすんのま、あどうでもいいんですよね。だからもうこの時点でわかる通り、結局自民党にとってね、拉致被害者なんかどうだっていいんですよ。国家の主権を侵害されてるんですよ。国家の主権を侵害されてるのに、 そんなことはどうでもいいから、まずは北朝鮮と話しましょう。なんですよね。いや、まあね。本当にね、党員の人気を落としですね。<laughs> 党員の人気を落としてて、もう本当にこのおっさんめちゃくちゃですからね。で、あと何ですか、あの、解雇自由のね。解雇自由を訴えてるっていうことでね。まあだから、労働者の解雇って今難しいんですけれども、その正規労働者のね、解雇ですけれどもね。で、この正規労働者、まあいわゆる正社員と言われてる人たちですね。この人たちの解雇を自由にしよう。 ってやってるわけですよね。で、それが今いろんなところから批判を受けてるんですよね。もうだからこれ明らかにですけれども、経団連とかね、経済同友会とか商工会議所のね、まあそういったいわゆる金持ち連中のこう犬ですよね。犬の発言ですからね。ワンっていうですね。竹中平蔵っていうかね、結局こう本人がね、考える頭がないのはまあ皆さんもご存知の通りです。もうあの、ズンジってバカですからね。武漢肺炎にかからなければ、武漢肺炎にかからないんです ね。そんなものを力説してどうするんだというですね。でも力説してるんですよね。本当に頭おかしいとしか言いようがないんですけれどもね。でもそれを力説しないと気が済まないみたいでしてね。それをわざわざみんなの前で言うって頭おかしいんじゃないのっていう。まあ結局頭がパーなんですね。で、えー、最後が誰だったかなあ、サタロウだ。サタロウがいたんだ。サタロウはですね、マイナーカードと、 マイナーカードと政府がやろうとしているえマッチングアプリもうダメだこりゃというですね。少子化対策のためのマッチングアプリを連携させるっていうですね、ことを言ってですね、あっちゃこちゃから批判を受けてるそうですけども、で、この時に言ったのが、マイナーカードが悪用されても政府の責任じゃないんだって言ってるらしいんですね。そのバカ官僚がですね、考え出したのがマッチングアプリ。で、それをマイナーカードとね、こう、くっつけようとしてるわけですよね。 で、マイナーカード、マッチングアプリをくっつけてどうするんだっていうんですけども、で、それが悪用されても政府の責任じゃないっていうですね。で、今の時代ね、結局のところ間違ってるっていうんであるならば、それこそね、すべての職種において男女平等をやらなきゃいけないわけですよね。で、男女平等、そんなことをやってもですね、女性が不幸になるだけだっていうですね、昔の方が良かったんです。 女性にとって正しかったわけですよね。日本社会にとって良かったから、だから昔の制度の中で日本人は生きてきて、で、梅を育てようじゃないけれどもね、梅を増やせようじゃないけれども、多産化がですね、進んでいったわけですね。女性へのですね、何ですか、社会進出、これをやめるべきなんですよ。女性の社会進出が少子化を招いている。これはどこを見ても当たり前なんですよ。社会に女性がどんどんどん,どん進出していけば、 子供を作る機会っていうのが減ってくるわけですよね。いや別に女性の社会進出がいけないって言ってるわけじゃなくて、女性が社会進出しなくても OK ですよ。だから専業主婦ですよね。専業主婦でも OK という社会を作らなきゃいけないんだと。そして専業主婦にはですね、税制を昔に戻すとかですね。そういうのをね、検討すべきだと私は思うんですよね。昔の方が正しかったんだったら昔に戻しゃいいだけなんですよ。でもそれをやらないんですね。バカな国ですよね。 欧米諸国が男女平等とやってるから自分たちも男女平等をやるんだで、その結果がこれですわ。で、人手不足になって、で、外国人を入れて、で、日本人はね、粗雑な扱いを受けながら、外国人がね、優遇されてる。で、それに対して文句を言うと途端に、ヘイトニーだキャベツを舐めろーってやってくるわけですよね。